マッテオ・カルカ氏シは、イタリア出身のロマン派の作曲家、ギタリスト、トスカーナ大公国フィレンツェ出身、幼少時よりピアノを、ついでギターを習い始める。16歳で定期的な演奏活動を開始し、その後、30年以上演奏活動を続けた。イタリアでの初めての演奏会は暖かく受け入れられ、すぐに技巧派コンサートギター奏者として名声を得た。 1810年にドイツに移住した。18歳でドイツでの演奏ツアーを始めた。1815年にはパリでピアノとギターの教師として生計を立てる。1819年のドイツでの演奏旅行で長い間の友人となるアントワン・メッソニエと初めて出会う。メッソニエは有名なギター奏者でもあったが彼のパリの出版社で多くのカルカシシの作品を出版した。 ドイツで得た評判は1820年にパリ、1822年にロンドンで演奏活動を行わせる力となった。1822年にはギター奏者と音楽教師の両方で評判を得ていたロンドンで連続して演奏会を大いに成功させた。1824年秋には再びドイツに滞在した。その後、ロンドンでコンサートを行ったが、 名声が上がり、より一流のコンサートホールを使用するようになった。最後にパリに戻った。その後数年間はパリからロンドンなどのヨーロッパの主要文化都市へ定期的に演奏旅行に出た。1820年頃からは生涯のほとんどをパリで過ごしたが、巨匠フェルディナンド・カルッリと同時代を過ごすこととなった。カルッリはパリで聴衆に崇拝される存在であった。 カルッリの存在が一因であろうが、カルカッシの才能がパリで本当に認められるには長い時間を要した。カルカッシの評判が年上の巨匠、カルッリに匹敵するようになり始めたが、その時点までギターの王やカルッリには競争相手と言える者はいなかった。カルカッシはいろいろな観点からナポリの巨匠、カルッリと自分自身との異なる点を見つけていた。カルカッシは 爪を使わずに演奏を行い、より色々な演奏場面でハイポジションを多用した。また、メロディ、より効果的な配置、ギターの構え方を強く意識していた。左膝の上にギターを乗せ左足の下に踏み台を置く、現在最も受け入れられているクラシックのギターの構え方を用いた先駆者の一人であった。1836年、少しの間、演奏活動に復帰し、 生まれ故郷のイタリアも訪れた。その後まもなく、1840年頃に、ほとんどの演奏活動を休止し、パリに落ち着いた。そして、演奏活動の代わりに、ギターとピアノの指導に集中し、多くの作品を出版した。多くの幻想曲、変奏曲、ギター、そなたを含め80以上の作品を出版した。二つの教育的な作品、つまり、作品59番。 カルカッシュ・ギター教則本と作品60番25の練習曲は今でも広くギターの指導に用いられている。1853年1月16日、フランスの首都パリに没する。ありがとうございます。